ッカーサイド取引所。アースワップ。利回り 829% 稼ぎ方。今回もアスター関連の動画なのぜ。はい、アスターネットワーク上の取引所の紹介です。この動画をまだ見てない方は、先に視聴すると理解しやすいのぜ。今回の流れ。1、アースワップとは、どんな取引所なのか知りたいのぜ。2、利回り 829% 稼ぎ方。景気の良い話なのぜ。3、専門用語解説。今回は、アースワップで利回り 829% 稼ぐ方法を解説した後に、動画に出てくる専門用語の解説をします。専門用語は興味がある人だけ見てくれなのぜ。早速突っ込みどころなのだが、829% じゃないのぜ。良いところに気づきましたね。預けられる仮想通貨が増えれば、利回りは低下。逆に預けられている額が少なくなれば、利回りは上がります。なるほどなのぜ。1、アースワップとは。まず、仮想通貨取引所の違いについて説明します。中央集権型と分散型の2種類あるのぜ。はい。中央集権型はさらに、国内と国外に分かれます。国内であれば、コインチェックや DMM など、海外だと、バイナンス、コインベース、バイビットなど。今までの動画で出てきた取引所なのぜ。分散型の取引所は、ユニスワップ、パンケーキスワップ、今回の主役、アースワップなどがあります。この3つはどう違うのぜ。それぞれ、属しているネットワークが違います。イーサリアム上の取引所がユニスワップ、バイナンススマートチェーン上の取引所がパンケーキ、アスターネットワーク上の取引所がアースワップか。はい、アースワップはアスターネットワーク上の分散型取引所というわけです。中央集権型と分散型はどう違うのぜ。中央集権型は、特定の企業が管理、取引は企業が仲介、仮想通貨の財布は企業が管理します。分散型は管理者はいない、取引は個人対個人で行い、財布は利用者が自分で管理します。つまり、中央集権型は企業任せ、分散型は自己責任というわけか。それぞれのメリット、デメリットは、中央集権型のメリットは、取引が成立しやすい、ハッキング被害に対応してくれる場合がある、国内取引所であれば、円で仮想通貨が買えます。分散型のメリットは、マイナーコインが買える、本人確認不要、流動性マイニングで高収入、セキュリティが高いなど。流動性マイニングって、参照で解説しますね。セキュリティが高いというのは、分散型の場合、財布はユーザーが管理するため、一箇所に財布が集中している中央集権型に比べ、リスクが低いです。この動画で皆さんにお伝えしたいのは、流動性マイニングで高収入の部分です。それが2章で解説する稼ぎ方なわけか。次に中央集権型のデメリット。本人確認が必要。取引停止のリスクがあること。内部不正を排除できないこと。過去には、トルコで取引所の社長が顧客の仮想通貨を持ち逃げした、ケースがあったのぜ。次に分散型のデメリットは、詐欺サイトが多い。パンケーキスワップは誰が設立したかが謎で、持ち逃げされるリスクが囁かれているのぜ。手数料が割高。パンケーキスワップの場合、取引手数料 0.25% なのぜ。ぶっちゃけここはそれほど高くはありません。バイナンス系は手数料が安いのぜ。自己責任。中央集権型のように、企業が助けてくれたりはしないのぜ。仮想通貨を交換するだけならリスクが低い分散型取引所ですが、仮想通貨を預けるとなると話は別です。取引所が預かっていた仮想通貨が、ハッキングされるケースがあるのぜ。これから解説する流動性マイニングは、このリスクがあるのでご注意ください。2、利回り 829% 稼ぎ方。ここが一番興味深いんだぜ。割と大変なので覚悟してくださいね。アースワップで稼ぐ方法。流動性マイニングだったのぜ。アースワップで流動性マイニングするには、こちらの1から8の手順を踏む必要があります。確かに大変そうなのぜ。動画を見ながら作業すれば大丈夫ですよ。1、ポルカドットの財布を作る。まず、概要欄にあるリンクから、アスターポータルへ。コネクトウォレットをクリック。ポルカドットをクリック。インストールをクリック。ダウンロードをクリック。ブラウザは、Chrome 推奨なのぜ。追加をクリック。このマークをクリック。ポルカドットのピンをクリック。ポルカドットのマークをクリック。ここをクリック。丸をクリック。財布の復帰に必要なシードをコピーして保存なのぜ。保存したらチェックを入れて次へ。アカウントとパスワードを入力して次へ。新しいアカウントができたのぜ。元のアスターポータルのウィンドウに戻り、画面の再読み込みをします。ポルカドットのウィンドウが出てくるので、ここをクリック。コネクトウォレットをクリック。ポルカドットをクリック。先ほど作ったポルカドットのアカウントが出てくるので、丸をクリック。コンフィームをクリック。これで、ポルカドットの財布とアスターポータルの連携完了です。ここのネイティブのアドレスに、アスターを送金するのでコピーなんだぜ。2、仮想通貨取引所ゲートでアスターを買う。ゲートの使い方については、こちらの動画の1分59秒から、見てくれなんだぜ。リンクは概要欄に。私のおすすめの方法は、日本の取引所でリップル XRP を購入。ゲートに送金。XRP を USDT に変え、USDT でアスターを買うやり方。ゲートに入金するところからだな。現物口座で、XRP を検索、入金をクリック。こちらのアドレスとタブを入力して XRP を送金してください。タブを忘れると、XRP が異次元に飛ぶので注意なんだぜ。XRP が送金されたら取引をクリック。XRPUSDT なのを確認。売却。売り板の一番下をクリック。売る量は 100%。こちらをクリック。
取引が成立したら、ここにアスターと入力、アスター USDT をクリック。今度はアスターを買うわけだな。アスター USDT になったのを確認。購入。買い板の一番上をクリック。買う量は 100%。こちらをクリック。取引が成立したら、右上の一マークをクリック。ウォレット、現物口座、アスターが確認できるんだぜ。3、ポルカドットにアスターを送金。送金するアドレスはこちらだったのぜ。アスターの出金をクリック。ここにアドレスをコピペ、数量を入力、手数料は15アスターで、200円ぐらいだったのぜ。資金パスワードなどを入力して、こちらをクリック。無事に着金したのぜ。4、ガス代入手。ガス代とは、送金手数料のことです。アスターポータルでは、送金手数料がもらえる仕組みがあります。それがこちらのファーセット。ファーセットは蛇口じゃないのぜ。はい。蛇口からポタポタアスターが落ちてくるわけです。手数料を恵んでくれるのはありがたいのぜ。ファーセットをクリック。コンフィームをクリック。ポルカドットからメタマスクに送金。アスターポータルは、ポルカドット、イーサリアム両方のネットワークに対応しています。それで2つのアドレスがあるんだな。メタマスクはイーサリアムのアプリ、財布、なので、イーサリアムのアドレスに送金する必要があります。メタマスクの導入については、こちらの動画の、6分2秒からを参照してくれなんだぜ。この辺をクリック。メタマスクをクリック。問題がなければ、メタマスクは自動的に、アスターネットワークにつながり、アスターポータルは、メタマスクと同じアドレスになるはずです。うまくいかなかった時は、メタマスクを手動で設定します。ここをクリック。ネットワークの追加をクリック。画面のように設定してください。概要欄に書いておくのでコピペしてくれなのぜ。保存をクリック。これで、アスターネットワークとつながります。こちらのアドレスをコピーしてどこかに控えておきます。ここに送金するわけだな。ここをクリック。ポルカドットに戻ります。ネイティブアドレスがあるので、ポルカドットに戻ったのぜ。トランスファーをクリック。ここがポルカドットのネイティブアドレス。ここがさっきコピーしたメタマスクのアドレス。最初は試しに、少額送ってみるのぜ。コンフィームクリック。ポルカドットのウィンドウが出るので、ポルカドットのパスワードを入力。借金を確認しに行くのぜ。ここをクリック。メタマスクをクリック。無事に借金したのぜ。6、アースワップでアスターをラップドアスターにスワップ。知らない単語が出てきたのぜ。ラップドアスターについては、参照で詳しく解説しますが、アスターの亜種だと思ってください。スワップは仮想通貨を交換すること。概要欄からアースワップのサイトに飛んでください。コネクトをクリック。メタマスクをクリック。メタマスクとつながり、同じアドレスになったはずです。ラップドアスターを選択し、マックスをクリック。ラップをクリックなんだぜ。ウィンドウが開くので確認ボタンを押して、こちらをクリック。次にスワップを押せば完了。7、アースワップでラップドアスターをラップドイーサにスワップ。ラップドイーサはイーサの亜種だな。スワップ画面で、ラップドアスターと、ラップドイーサを選択。ラップドアスターの半分弱を入力。手数料分を少し残すわけだな。あとは、先ほどと同じ方法でスワップしてください。8、流動性供給。プールをクリック。アットリクエディティをクリック。流動性を追加だな。ラップドイーサのマックスをクリック。こちらをクリック。ウィンドウが開くので、確認。サプライをクリック。供給だな。結果、ラップドアスター、ラップドイーサペアの LP トークンが 1.44 ほどもらえました。LP トークン。次の章で解説します。ファームをクリック。ここで LP トークンがマイニングされているのが確認できます。確かにマイニングになってるのぜ。マイニングしていると何がもらえるのぜ。それはこちらで確認できます。配布されるのはアースワップ仮想通貨、アースワップ。流動性マイニングとエアドロップに、発行枚数の 35% 回ってくるのぜ。第2クォーター、つまり2022年4月から6月に、流動性マイニングのガクト期間に応じて、アースワップを取得できます。楽しみなんだぜ。3、専門用語解説。今回は聞き馴染みのない用語がたくさん出てきたので、まとめて解説してくれなのぜ。1、流動性マイニング。この動画の肝のところだな。2、LP トークン。3、ラップドトークン。亜種の仮想通貨とか言ってたやつだな。4、まとめ、アースワップの未来。1、流動性マイニング。アースワップなどの分散型取引所に仮想通貨のペアを預けます。この動画で紹介したのは、ラップドイーサ、ラップドアスターのペアだったな。そうすると、投資家は代わりに、ラップドイーサ、ラップドアスターの LP トークンというものがもらえます。LP トークンというのは、リクイディティプロバイダートークンのことで、日本語で、流動性を提供した人がもらえる仮想通貨のこと。仮想通貨ペアを預けた人がもらえる、証明書、仮想通貨、というわけか。3、ラップドトークン。一言で言うと、異なるブロックチェーンの架け橋となる仮想通貨のことです。例えば、イーサリアムとバイナンススマートチェーン BSC は別のネットワークです。イーサを BSC に直接送ることはできないのぜ。そこで、通れるようにラップでくるみます。ラップってサランラップのことか。ラップされたラップドトークンは、異なるネットワークを行き来できるようになるわけです。4、まとめ、アースワップの未来。アースワップはアスターの2022年ロードマップで、第2クォーター、つまり4から6月に、アスターポータルに加えられることが予定されています。この2つが合体するわけか。その頃には使い勝手が良くなるため、利用者は増加すると予想されます。
その前に始めておけと。投資には先行者利益というものがありますね。早めに始めて、たくさんアースワップをゲットしたいのぜ。加えて、今回流動性マイニングをやってみて分かったのは、アースワップでの手数料が安い点です。こちらは、ラップドアスターとラップドイーサをスワップした時の手数料。0.00005 アスター。確かに安いのぜ。この状態を維持できれば、人気が出るかもしれません。アスターやアースワップが成功するかどうかは、自由に乗れるかどうか、運の要素も大きいです。確かなのは、宝くじは買わないと絶対に当たらないということなのぜ。投資するかどうかは、あなたの投資家としての判断次第です。今後も仮想通貨に関する情報を発信していきますので、チャンネル登録並びに高評価をよろしくお願いします。それではまた次回も、ゆっくりしていってね。